スクールをご覧の皆さん、貞治八木です。作った音楽をみんなに、そして世界へ発信しようです。いい質問です。楽曲が出来上がったら、やっぱり一つこう作品が出来上がったというあの喜びと、まあ安堵の気持ちが大きいですね。赤ちゃんみたいなもので、ちゃんと誕生の瞬間まで立ち会えたというのはやっぱり嬉しいですよね。ここで質問です。音楽というのはやっぱり人の心を癒したり支えになってくれたりするものでもあると思うんですね。もしくは単純にすごく楽しい思い出を、写真に残すように音楽に残したいという人もいます。自分たちが生きている世の中に対して、自分の声をより多くの人に聞いてもらうために音楽を使って表現する人もいます。音楽をどうして作るのか、それは あなたが自分に自問自答すべき答えなんではないかなと思います。歌詞をつけたり、ラップをしてみたり踊ってみたり、ぜひ思いの丈を、自分の頭にあるものを、この曲に合わせて表現してみて、ぜひワンダースクールに投稿してみてください。